明日上がる株。本日勢い出た材料で3連休明け3月22日火曜日に期待される銘柄についてお話しさせていただきます。本日ピックアップしたのはこの4銘柄です。8931和田興産、3467アグレート自然デザイン、7370エンジン、8127ヤマトインターナショナルです。まず8931和田興産ですけれども、本日引け後に当期 23.47 億円の上方修正が発表されました。本日の株価はですね、789円で、出来高は2800株、かなり薄い板ですね。それに対して、信用概算が26万2300株あるというような状態です。ですね、1年間の値動きを見ると割と平坦な、銘柄で、年初来安値が3月の2日、これ1年前の3月2日ですけども、736円だったもの、そこから、2月ですね、その1ヶ月前に854円をつけている。で現在は790円ですから、大体まあ850円から730円、まあ大体このレンジでもって、動いてるっていう株ですね。で予想 PR としては 5.48 倍、非常に割安な方かなと思われます。ですね、まあ今回の発表で直近高値、ここのレンジですね、ここの810円は抜いてくると思われるので、まあ、今回の発表には期待していいのではないかと思われます。次に、アグレ投資デザインです。純利益が10億円から13億円、配当予測が、63円から70円へ上方修正が発表されました。本日の株価は1539円、出来高は5万9300株。これもそれほど大きな板ではないですね。信用概算が、11万株くらいあります。まあ、今日の出来高は倍くらいですけれども。1年間の株価の動きを見ると、年初来安値、これは1年少し前ですけれども、646円をつけている。そこから、11月1958円まで上がって、今どうなってるかっていうと1500円、まあ上がってずっとここまあ半年くらい近くでもって下げてきてるっていうような形ですね。おそらく11月に上げて、そこから下げてきてはここら辺が結局ボトムなんじゃないかなと思うんですが、そういった中でですね、646円と1958円の中でもってちょうどまあ中間くらいの株価ですね今。まあ非常に中途半端な、高値圏にいるということ、まあこういったことからですね、まあ今回の上方修正それほど数字的に大きくはないんで、上がるのは上がると思います。ただ、まあ1850円、まあそこくらいを超えてくるとちょっときついかな。まあ明日、まあ1700円台くらいだったらまあ買って早々に利確してしまうのがいいのかなと思われます。次、7370エンジンです。配当成功 30% にするというような発表がありました。一般的にですね、配当成功について言うと、まあ、大体 30% から 50% が目安にされておりますので、この数字自体は驚くほどの数字ではないですけれども、まあ、交換はされると思われます。本日の、ね、株価は3080円、出来高はそれなりにあって47万株ありますね。信用概算は87万株で、1年の動きを見てみると、貯金安値がですね1880円、これ1月ですね、だから、1月14日、ここが直近安値だった。で、約半年前の9月5200
20円。かなり上ですね。かなり上からドーンと、株価が3分の1近くに落ちてきて、まあ、その後上がったり下がったり、まあ、ここでゴールデンクロスを迎えた後は、まあ、ちょっと弱めながらも上がってきて、まあ、ここでデッドクロス、また再びゴールデンクロスに向かおうとしているようなところです。まあ、先ほども申し上げましたけれども、数字自体は驚くべきほどじゃないんですが、はっきり、30% という、と発表したことは交換されると思います。次ですね、ヤマトインターナショナルです。これも情報修正ですね、出している。で、ですね、本日の株が283円、出来高は1万4000株に対して7万2700株の、信用概算があるというような状態です。これもそれほど板が厚い、出来高が大きいような銘柄ではないです。ただこれ貸借銘柄なんですよね。まあ、このことを頭に入れておくと、年初来安値、これが3月9日の、270円、ここの部分が年初来安値であった。で、高値は約1年前の3月29日に356円、356円ですか、このあたりですね、だーっと下がってきて、で、ここで底を打ったっていうような形です。まあ、チャートを見ていただければわかると思うんですけれども、ずっとこれ下げトレンドですから、まあこう、まあ言ってみればここで買った人みんな損してる、銘柄ですので、まあ上げたらおそらくそういった人たち、ホルダーがみんな売ってくると思いますから、おそらく今回の発表で、上がるとは思います。上がるとは思うんですけれども、おそらくみんな売ってきて下がるんではないか。まあ、そういったことから考えると、空売り狙いっていうのが期待できるやり方かなと思われます。以上、朝上がる株について、お話しさせていただきました。今後もこういった株式ニュース、注目株のライブ配信、チャートから判断する投資テクニックなどを順次、ご紹介させていただきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。